小渕総理大臣の諮問機関経済戦略会議は先に政府に提出した200余りに上る経済再生のための提言のうち半数近くについて各省庁が実現に難色を示していることから今日改めて実施を促す要望書を小渕総理大臣に提出しましたで具体的には厚生省が実現には問題が多いと位置づけた基礎年金の財源の税金方式への移行について税金方式への移行を 有力な改革案の有力な改革案の一つとして、真剣に検討すべきだとしています。また、文部省が適当でないと結論付けた国立大学の民営化については。幅広く国民的議論を起こすべきであり。民営化のワンステップとしての独立行政法人化についても、より早く結論を出すべきだとしています。このほか、経済再生に向けて、優先度が高い土地の流動化や証券化に関係した法律や。 税制の改正などについてはできる限り一括法案の形で早期に国会に提出するよう求めています国大協国立大学協会は今日開いた総会で再来年平成十三年度から大学入試の成績を希望するすべての受験生に対して公開することで合意し情報公開の基準をまとめましたそれによりますと本人に公開されるのは 試験の得点、順位、小論文や面接の評価それに内申書の本人の指導に関する記述を除いた部分です経済危機の続くロシアに対する IMF 国際通貨基金の追加融資をめぐって16日ロシアのサンクトペテルブルクでロシアのステパーシン首相と IMF のカムドシュ専務理事との会談が行われ IMF 側は 融資実現に向けたロシア側の対応を高く評価し来月にも追加融資の一部が供与されて見通しとなりましたでこの会談は G8 主要国首脳会議を前に行われたものですプロ野球ナイトゲームの結果ですセントラルリーグ広島対阪神は広島が三対二で勝ちました勝ち投手玉城重雄西部沢崎負け投手井川 ホームラン広島町田5号中日対ヤクルトは中日が4対3で勝ちました勝ち投手門倉西武落合負け投手広田ホームランありません巨人対横浜は横浜が6対1で勝ちました勝ち投手斉藤隆負け投手補正ホームラン横浜佐伯3号巨人村田真一3号斉藤隆は7勝目でセリーグトップに並びました パシフィックリーグです。大英対近鉄は大英が八対六で勝ちました。勝ち投手篠原、西武ペドラーザ、負け投手小池。ホームランは大英の国母十五号、城島八号、吉永九号。近鉄のローズ十八号、中村十四号。首位大英は貯金を十二に伸ばしました。ロッテ対オリックスはロッテが五対二で勝ちました。勝ち投手小宮山、西武ウォーレン、負け投手星野。 ホームランありません。西武対日本ハムは西武が三対二で勝ちました。勝ち投手橋本、西武デニー、負け投手岩本、ホームランありません。西武は代打川田のタイムリーヒットで勝ちました。橋本は八回途中から登板し、今シーズン初勝利です。シドニーオリンピックの出場権をかけて香港で行われているサッカーのアジア一次予選。日本は今夜の第三戦。 マレーシアと対対戦しししで勝勝って香港ラウンド3連勝しました陸上の男子1 0 0ルで10秒00の日本記録を持つ伊藤浩二選手が今日神奈川県の平塚競技場で行われた東海大と日大の対抗戦の1 0 0ルにオープン参加し主導掲示ながら日本選手で初めて10秒を突破する9秒9をマークしました。 追い風1.6メートルの好条件に恵まれかつての手動掲示の日本記録10秒1を上回りましたが現在400メートルまでのレースは電気掲示だけしか日本記録として公認されないためこの記録も参考記録となりままます。ここまで全国のニュース、二宮がおお伝伝ええししした。続いて福岡からお伝えします。 佐賀県が開いた懇談会の出席者の名前などの公開をめぐる訴訟で佐賀県は民間人も含めて出席者の名前を公開するよう命じた福岡高等裁判所の判決を不服として今日最高裁判所に上告しました福岡高等裁判所は今月4日出席者の名前は県の情報公開条例が非公開としているプライバシーには当たらないとして 一心通り民間人も含めて懇談会への出席者の名前を公開するよう命じた上さらに公務員の勤務先の電話番号についても公開するよう命じていました佐賀県によりますと同様の情報公開訴訟で最高裁に上告したのは熊本県や新潟県などに次いで全国で6番目だということですトラックの荷台をそのまま列車のコンテナとして使い これまでより多くの荷物を一度に運ぶことができる新しい輸送方式を、JR 貨物と日本通運が国内で初めて導入し、今日福岡市で利用企業に対する説明会を開きました。説明会は福岡市東区箱崎埠頭にある福岡貨物ターミナル駅で開かれ、利用者となる企業の関係者50人余りが参加しました。新しい輸送方式は、トラックの荷台をそのまま列車のコンテナとして使うのが特徴です。 でコンテナはアルミ製で軽いため、荷物はこれまでのコンテナを使う場合の1.4倍の重さまで詰めるということです。また、荷台には折りたたむことができる支柱が付いていて、自力で立つことができるため、フォークリフトを使わずにトラックが荷台を付け替えることができます。この方式はドイツを中心にヨーロッパで普及しているということですが、国内で導入したのは JR 貨物と日本通運が初めてです。 で両社では、今後1年間、福岡と東京の貨物ターミナル駅の間を列車で輸送し、駅からはトラック輸送にして運送業務を行うことにしています。では、気象情報です。各地に注意報が出ています。沖縄県には大東島を除いて、各地にハロ浪注意報が継続中です。鹿児島県種子島屋久島地方にハロ浪注意報、薩摩地方には大雨、雷、強風波浪、洪水注意報が出ました。 大隅地方雷強風波浪注意報です宮崎県平野部雷強風波浪注意報が南部の山沿いには大雨雷強風洪水注意報北部山沿い雷強風注意報ですまた熊本県全域雷と強風注意報が出ていて天草地方にはこのほか波浪注意報も出ています長崎県南部北部に雷強風波浪注意報行き地方対馬地方にも雷強風波浪注意報 後藤地方には強風波浪注意報が佐賀県南部、雷強風注意報北部、雷強風波浪注意報福岡県の福岡地方北九州地方雷強風波浪注意報筑豊筑後地方雷強風注意報大分県の中部北部南部に雷強風波浪注意報が大分県西部、雷強風注意報山口県全域雷強風波浪注意報 愛媛県南予地方に雷注意報が出ています各地の明日の天気予報です九州は雨で雷を伴うところが多いでしょう大分県の中部南部では初め晴れますが昼過ぎから雨でところによって雷雨となるでしょう宮崎県南部は夜になって雨が降り出す見込みです南西諸島は夏空が広がりますが庭か雨か雷雨のところがあるでしょうまた大東島は夜は雨か雷雨となる見込みです 朝の最低気温、九州は今朝より高くなるところが多く日中の最高気温、き日は20、えー、明日は25度から29度沖縄県那覇は31度でしょう。川野がお伝えしましまた。 今日も一日が通り過ぎていきます昼の慌ただしさの中で忘れていた人を愛する優しさ人を信じる温もりをそっと広げてみます夜空の星のきらめきとともに それぞれの思いを乗せて過ぎていくこのひととき今日一日のエピローグ「クロスオーバーイレブン」。 ここ数年、私は桜の盆栽に熱中していた桜の種類を集めるのである盆栽といっても大げさなものではない鉢の中で好みの樹形に育てていくかっこいい言い方をすれば創作盆栽ということになる最初はソメイヨシノを挿し木で育てようとした 十本挿し木すれば七八本は根づくところがそれから先が問題であるソメヨシノは品種改良で作られたもので自生の桜に比べて弱い木である花を咲かせる前に枯れてしまった次に出会ったのが山桜であるこれは上野の盆栽店で見つけたもので すでに樹形は作られていた「斜めの幹」と書いて「斜幹という樹形である風に吹かれて倒れそうになりながらも懸命に根を張っている姿を表現している山桜は吉野の山が有名だがその名の通り山に自生する自然の木である山の厳しい自然条件で 実際に車間の山桜を見ることがある盆栽は自然を彷彿とさせる姿をした小さな山桜である木下背丈が斜めに20センチ幹の太さは1センチ少々今年も初花を咲かせることなく緑の葉だけを茂らせている続いて我が家にやってきたのは 十月桜またの名を「四季桜」という10月頃から花を咲かせ寒い冬からソメイヨシノが咲く頃まで次々と花を咲かせる10月桜の盆栽も園芸店で見つけたもので樹形はひょうひょうとした文人好みの文人木である背丈15センチくらいの ひょろひょろの幹には針金を巻いて樹形を作った跡が残っている実に痛々しいがそれは人間の干渉に過ぎない十月桜は去年の十月に小さくて素朴な白い花をつけた一斉に咲くのではないぽつりぽつりと一つずつ咲き結局3月中旬まで咲き続けた 今10月桜は緑の芽を伸ばし10月に花を咲かせる準備に余念がない日だまりでひょうひょうと生きている」。 山桜と十月桜はそれぞれの樹形で育っているしかし私は他人が作ったものを買うのではなく自分自身で樹形を創作したかったそこで去年の春3種類の桜の枝をいただき再び挿し木に挑戦した一本は駿河台匂いという珍しい品種である もともと神田駿河台の猿お屋敷に植えられていた品種だという花は大ぶりだったという印象であるこいつは一本だけ挿し木をしたのだがどうやら根付いたようであるソメイヨシノが満開の頃はまだ唐賀のままで芽吹いていなかったがその後ゆっくりと緑の葉が芽吹いた。 背丈わずか5センチ花が咲くのは遠い先であるじっくりと育てながらどのような樹形に仕上げてやろうかと目下考えているところであるもう一本はウコン桜という黄色い花を咲かせる珍しい桜である昭和科の多年草をウコンの根で染めた ウコン染めの色に似ているところからこの名前がついたというこっちの方は背丈は12センチあるが花はまだ望めないそして三つ目が思い川といとう桜小粒の淡いピンクの花が密集して咲き遠くから見ると木全体がかすんでいるように見えなかなか趣があって 私はソメイヨシのより好きな桜である」「名前の由来は栃木県小山市を流れる重井川から来ているという」「重井川の岸辺にはこの桜が植えられているのだろうかもしそうなら一見したいものである」「この重井川四本挿し木したうち三本が根づいた」「そしてなんと」 「そのうちの一本が去年の秋に一つだけ花をつけた」「思い川は十月桜系だというからあり得ることであろうしかし挿し木したその年に見事に花を咲かせるなどあっぱれというしかない」「さらに残りの二本も今年の三月中旬に花を咲かせ始めた」中でも最も最小さい 背丈8センチのやつが6つも花をつけたこの重い川の3本は将来一つの鉢に寄せ植えしかすんだ風景を作ってみようと考えている今は全て新緑だが桜は花だけではない盆栽にすると秋の紅葉が意外と 美しいものなのである。 もうすぐ時計の針は十二時を回ろうとしています「今日と明日が出会う時」「クロス・オーバー・イレブン」「スクリプト・デクラ・ヒロシ」そして私・塚山雅音でした。 はい、毎週この時間は NHK505 スタジオからの公開ライブライブビートでお楽しみください、えー、今日の出演はデキシードザエモンズです、えー、この番組ではおなじみのデキシーさんですが、えー、今回でね、えー、3年連続3回目の出演となってしまいます